日本一営業同行してる営業バカの島田がお送りします。言えよちゃんと。こんにちは、島田です。日本一営業同行してる営業バカの島田がお送りさせていただきます。今日はですね、話せよっていうことなんですけど、これ何なのかって言いますと、例えばですね、レスパーっていう空間除菌装置の件でアポイントを取って、訪問しますよと、まあそういったのの営業動向私結構やるんですけど、それでパッて見たら LED じゃないよというようなお客さんあるんですね。それでまあ営業動向して、まあ私が、紙芝居をやりながらこうレスパーの話をして、それでこう見てるんですよ。この子どうすんのかなって思ってると、ありがとうございましたってこう帰ろうとするわけですよ。ちょっと待てよお前、上についてまだ LED 狙えるんだよっていうね。これがね、俺意味わかんねんすよね。いいじゃん、どうせなら話しようよっていうことなんですよね。これは他のビジネスにしてもそうですし、複合機にしてもそうなんだけど、あなたが扱ってないなら別だよ、扱ってんなら話だけしとこうよ、やん決まんなくてもいいじゃないって私は思うタイプなんですね。言うのはただだからっていうことで、まあ私がそういう時いつも話するのは、あ、ちょっと全然話違うんですけど、LED ってまだやられないんですかねみたいな話をそこで必ずするわけですよ。その一言が次の商談に結びつくんですよね。まあ実際あの群馬で3軒回ったところ、3軒ともそうだったんですけど、あの、まあ、2軒は今度デモ機を持って、お伺いしますよっていうことで、1軒はもうその場で全部数えさせてもらって、提案書をじゃあ次回持ってきますねっていう話までこうつながったわけですよ。なんでやんないのっていう、一言言うだけやんって言うのただでしょって思うんですけど、これがねなかなかできない人が多いのかな。あの、まあ、私が、まあ、自分で営業やってた時に一件取れた、例えば電話機取れたら必ずファックスの話するっていうことをよくやってたんですよね。これはあの契約してくれたばっかりの時って逆にあのやりやすいというか、契約 してくれやすいんですよね。まあ、ただしですね、一つの商品を決め切る前に他の話をすると、いやちょっと考えとくよってなる可能性もあるんで、ちょっと考えながらやんなきゃいけないのは間違いないんですけど、逆にですね、あの一つの話が終わって、あの帰る間際とかっていうのが意外とお客さんは心が何て言うのかな、無防備というか、そういった状況なんで、ぜひぜひね、狙えるものがあったら話を振るというふうにしてください。終わります。